オーデンセの境界、オーデンセ、またはオゼンセは、デンマーク王国第三の都市。フィュン島の政治、経済、文化の中心。人口は17万5245人。フィュン島中部に所在する。フィュン島は、ユトランド半島と、首都コペンハーゲンのある、シェラン島の間に位置する。近隣の都市としては、約85キロ北に、オーフス。 約90キロ南西にドイツのフレンスブルクが位置する。オーデンセフィオルドからオーデンセ運河を通じ、オーデンセ港が開かれている。オーデンセの地名は北欧神話のオーディンにちなんだものである。1988年に千年祭が行われ、デンマーク最古の都市の一つである。千年祭を祝うために千年の森と名付けられた森が造営された。オーデンセの歴史を代表するのは、 セイクヌート大聖堂である。ここは中世には巡礼の目的地であった。1654年から58年まで一時的にデンマーク王国の首都であった。1935年、オーデンセで最も有名なランドマークであったオーディントンが建てられた。当時の欧州ではパリのエッフェル島に次ぐ2番目の高さであった。1944年、 デンマーク国内のナチスグループによって、オーディン島は破壊されてしまい、以後再建されることはなかった。しかしそのミニチュア模型が、オーディン公園の島が元あった場所に建っている。デンマークの産業革命が始まるまで、オーデンセはデンマーク第二位の都市であったが、近年オーフスにその座を引き渡した。オーデンセは、日本では、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの出身地として知られるが、作曲家、 カール・ニール線の生誕地でもある。ありがとうございます。